やりたいことがわからないそんなあなたが最初に見るべき動画ですはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはい突然ですけど質問ですあなたはやりたいことがありますか好きなことがありますかあのねやっぱ誰でも やりたいことをやりたい好きなことをやりたくないですかやりたいことをやってるときに最高のパフォーマンスを出すことができるそして好きなことをやってるときに夢中になれる幸せなんですよねじゃあどうやってってことですよねえっとどうやってやりたいことを見つけるのっていうことですよね僕はね25歳からそれを見つけるのを5年かかりました5年かかりました 今日はそれをやりましょう、えー、これまでね1万人以上に本音で生きるためのサポートをしてきたこのミスターオカッチがあなたがやりたいことを見つけるための4 つの行動習慣を厳選してて紹介させていただきますですので最後までご覧ください、えー、普段このチャンネルでは自分らしく生きるそして本音で生きるための行動習慣考え方そして生き方を全力で紹介しています、えー、良ければチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNSTwitter イ,インスタ音声配信でも毎日やってますので概要欄からご覧ください はい、それではやっていきましょう。今日は、やりたいことを見つけるための四つのライフスキル。一、即グ,グる2、えーグル。二、得意を極める。三、零点二秒で動く。四、メンターを見つける。順番にやっていきましょう。まず、一つ、即グーグル。ね Google っていうのはあれですよね。Google で検索するということですよね。あのね、やっぱりやりたいことが見つからないっていうのは、今の自分が見ている世界、自分が考えているその世界の中には、やりたいことがないんですよね。だから、なんやろ、今まで自分が聞いたことない言葉とか、新しいことっていうのを、パッてね、触れた瞬間、触れた瞬間に、そのまま、バイバイって見過ごすんじゃなくて、すぐに Google ね、スマホで今ね、グーグルですぐ検索できるじゃないですか、新しい言葉なんやろうデジタル、えー、トランスフォーマーとかね、なんやろう、えー、っとスポリスポティファイとかね、えー、ヒマラヤとかね音声メディアとかね、新しい言葉に触れたその瞬間にすぐにグーグル、ポチルということです、ポチルじゃなくてグーグル、ポチルはアマゾンで買うやな、グーグルですよ。ググ ででさらに興味があるなと思ったらそれに関する本を読んでみたりえさらに検索してブログやら記事を読んでみるそうすることでね新しい世界に触れ合うチャンスがどんどん増えていくんですよねやっぱ新しい世界つ,つまり未知,への未知との遭遇そこがね自分の好奇心を開く扉になりますだから分からないこと新しい言葉に出会った瞬間に即ググる2つ目、えー、得意を極める ですね、えっとね、まあ、やりたいことっていうのは一言で言えば僕の中ではミッションなんですよねミッションっていうのはどうしてもあなたが解決したい社会課題です。 社会の課題つまりみんなが、まあ、全ての人じゃないけど、まあ、何人かが課題やな問題やなって思ってることだからそれを解決したらありがとうって言ってもらえる感謝してもらえるそして、えー、それで仕事をすることができるってことなんですよねでやっぱりやりたいことを仕事をするためには誰かの課題を解決するっていうことが大事でその課題っていうのはいわゆるミッションなんですよだからミッションを見つけるっていうことがすごい大事なんですねでミッションを見つけるために、まあ、どうしたらいいのかっていうことで一番シンプルなのは 自分の得意からスタートするってことでするとこであなたがちょっと得意なこと周りから褒められるようなことそこからねやってみるんですねそれをやり続けてったらそれが好きになって好きになってるからどんどんやってやり続けることでまた得意になって好きになってその先に自分がやりたいことが見つかるということなんです ですえ僕がまさにそうでした僕もね本当にね社会人3年目25歳の時やりたいこと分かんなかったんですよでもねその時にちょっとね自分が得意やったうつ病に関する知識とかうつ病に関する営業活動それ得意やったんですようつ病の薬をね販売してたんでねでそれをね、まあ、得意やからまあまあちょっとやってみようと思って、まあ、や好きなことじゃないけどやってみよう得意やからと思ってやり続けてったら何やろう あのー、お医者ささんんに感謝されたんですよね岡崎くんが言ってるようにお薬をつく使ったら、えっと、ちょっと噛みまくってますちょっと朝の今5時40分なんでねちょっと勘弁していただきたいんですけど、えっとね、岡崎くんが言ってた情報文献通りにお薬を使ったら患者さんが眠れるようになって仕事に復帰できたよって。 で、お孫さんと散歩もできるようになった。とえっ、ー、と、旦那さんと一緒に映画も見に行けるようになったよっていうふうに、喜びの声がどんどん届いたんですよ。で、そうなった時に、なんか嬉しいですよね。感謝されたら。人の役に立てたって嬉しいですよね。で、そうなっていったら得意なことがね、ちょっとずつね、好きになっていったんですよ。好きにね。で、好きやからどんどんやるでしょ。やってたら得意になって、それをやっていった先に、なんだろう。うつ病っていうのは治すことよりも、 なならないようにするつまり予防が大事じゃないかっていうことに気づいたんですよだからうつ病を予防したいっていうそういうミッションが見つかったんですよなぜどうやってうつ病を予防するのかって考えた時にやっぱ僕は教育やなと思って社会に出る前に社会のリハーサルをして生きる力を持っていればね社会でうまく自分の力を発揮できるんじゃないかなうつ病に悩まされることなく幸せに生きられるんじゃないかなって思ったんですよはいそこでミッションが見つかったってことなんですよでそれもまさに 自分がちょっと得意やなっていううつ病の薬の知識を勉強することから始めてそれをやり続けていったらいろんな人に感謝されてそして好きになっていった好きだからどんどんやっていったらその先に本質的な問題を見つけたそれがうつ病を予防するそれが僕のミッションになったんですよそれが僕のやりたいことになって今もうつ病を予防して一人一人が本音で生きるための世界を作るための活動をしているということなんですだからまずは得意なことからスタートする といいいいううことはすすごい大事ななんかなっていうふうに思います、はい、で得意なことがもしないんやったら好きなことでもいいですよ。まずもう好きなことがあるんやったらそこからやっちゃいましょう。好きなことをどんどんやっていく。それどんどんやってたらそれがねちょっと得意になっていくんで。得意になってったらさっきと同じようにいろんな人から感謝されて、えー、本質的な問題、ミッションを見つけるということもできます。で,で、ね、好きなこともなくて得意なこともないっていう人。まあ、こういう方もいるんですよ。いるんですよそういうい時は今 与えられてること、目の前にやるべきことってあるでしょう、何か。学校の宿題であったりね、会社から言われてるタスクであったり、ノルマであったりするかもしれん、まずはね、言われていることをやってしまおう、はい。それをやってしまって、いわゆるマストかもしれへん。でもそれをやってったら、自分がね、それがとちょっとでも得意になっていくと思うんですよ。得意になっていく、それをやり続けてったら、周りの人に感謝されて、信頼がたまっていく、じゃあ、もっと大きな仕事とか、もっと違う仕事を任されるようになってくる。 ってことなんですよね。だから、得意なこともない、好きなこともないっていう方は、今、目の前にあること。まあ、マストかもしれへん。ちょっと嫌かもしれへんけど、まずそこからやってて、それを得意にするっていうところから始めてみるのはどうでしょうか。はい。えー、それで、三つ目。三つ目は、えー、とにかくやる。つまり、0.2秒で動くということなんですよ。自分がやりたい、これやりたい、あれやってみたいなと思う、この願望とか願いとか欲求あるじゃないですか。それってね、0.2秒で、 まるまるに殺されるんですよ。まるまる。はい。まるまるっていうのはね。言い訳ですよ。 自分の中でで湧いいてくる言い訳ですよ今更やってもなーとかもう年やしなーとかどうせ失敗するやろうなーとか俺より向いてる人いるやろうなーっていう自分の中で湧いてくるその言い訳によってやりたいと思った願望とか欲求っていうのが殺されていくんですよ0.2秒でですよだからですよ0.2秒で動くんですよやりたいあれやりたいこれやってみようかなと思った瞬間にすぐ動く、まあ、すぐ動くまあ一番わかりやすいのはもうこうここ書きましょうこれこんなちっちゃいのにね付箋に書いて見えるところに 貼る付箋に書くのはまるをやるって書いていつやるっていうのも期日も書くんですよ。えー、っと明日の朝もう明日じゃないもう今日の夜から、えー、本を20ページ読むって。 書くんですよそれを見えるととこに貼っとくんですよ、はい、すぐに動くこれめちゃくちゃ大事ですよねで僕一つ習慣として大事にしてることはやりたいと思ったことをねもうあのねすぐに動いて1週間以内にチラシを作るってことです、まあ、ランディングページでもいいですよランディングページっていうのはその商品とかのプロジェクトとかを紹介するホームページのページですよねそれでもう一チラシでもいいんですよでそうやってデザインすることでもうなんかね見え,見えちゃうんですよね もうだから、品種が決まるわけじゃないですか。じゃあ、3月31日にプレゼンテーションの講座をするって言ったら、もう3月31日、まあ、あと今12月20日からあと3ヶ月ぐらいじゃないですか。じゃあ、3ヶ月でやるためには、じゃあ、何しようかって、まあ、集客しなあかんし、プレゼンテーションの勉強もしなあかん、本も読まなあかんし、スライド作らなあかんって、こう、やるべきタスクが見えてくるんですよね。そう、具体的に、チラシを作った瞬間、期日、期日も書いてあり、やるべきことが明確になるんですよ。はい。からそう、明確になった瞬間、やっぱ動き出すんですよね。心も、そして体も。 はい、だから0.2秒でで動くこれ大事すよね4つ目これ最後ですこれ大事ですよね一番大事ですよねメンターを見つけるです、はいメ,ンターまあ、メンターっていうのはその、まあ、自分を支持うんまあまあちょっとやめましょうメンターを見つけるなんですけどメンターの前にはまずロールモデルを見つけましょうはいロールモデルっていうのは、えー、自分がちょっと憧れる人であったり、まあ、な,なりたい姿 ですよね。はい。これ別に一人じゃなくてもいいです。例えば仕事のロールモデルやったらまるまるさんですとか、えっと趣味のダンスやったらまるまるさんとかね、えっと子育てやったらまるまるさんっていうように、なんやろその。 あらその各ジャンルにおいて人を見つけるっていうのでも全然大丈夫です。一人で、一人だけっていうのでもいいけど、いいけど、生き方やったらこの人、えー、働き方やったらこの人っていうふうに各ジャンルで見つけるのでも OK ですで。そのロールモデルを見つけたら、まずはね、その人に関する、まあ、その人が実際に話せるんやったら、まあ、一緒に飲みに行ったりね、お話聞くっていうのはいいんですけど、例えば芸能人とかね、有名な人やったら、すぐに会うって難しいじゃないですか。だからね、まずは YouTube、うん、動画を見まくる。 全部見るもう僕もこの人やと思ったらね150個ぐらいあ,あっても全部見ます3倍速でまあ音声メディアであったりラジオであったりね YouTube であったりあとブログであったりコラムであったり、まあ、その人に関する情報をとにかく全部見るはい全部見てで でね、さらに興味が湧いたらセミナーにも行ってみる。セミナー行ったらもちろん最前列ですよ。一番前の席です。全受信モード。もうアンテナビンビン立てて、もうめっちゃもう受信する勢いで聞くんですよね。 はい、でその人のオンラインサロンに入ってその人と実際に会って話してみたりすることでその人と関係を作る関係ができてきたらメンターになれるんですよね向こうも僕のことを認めてくれるし僕もその人になりたいっていことで困ったことがあったら相談できるそういう関係性ができるんですよねだからまずは、えっと、ロールモデルを見つけるあんな人になりたいなこんな働き方したいなこういうところ素敵やなと思う人を見つけるはい芸能人でもええです身近な先輩でもええ 年上の人でもえ,えですよ。ロールモデルを見つける。で、その人に関する情報を集めて、メンターになってもらうということ。これ、めっちゃ大事やなと思います。はいということで、今日は、やりたいことを見つけるための4つのライフスキルを紹介しました。1、即ググる。まずね、わからんことがあったり、新しいことに触れたら即ググりましょう。2、得意を極める。得意を極めていったら、それがどんどん好きになって、そこから本質的な問題を見つけて、それがミッションになります。はい、そこにやりたいことがあるんです。 3つ目、0.2秒で動く。はい。やりたいことは0.2秒で言い訳に殺されます。はい。だから、すぐに動く。はい。4つ目は、ロールモデル。そして、メンターを見つける。はい。ということです。えー、何か一つでも、これやってみようっていうことがあったら、ちょっと実践していただいて、やってみてどうだったかっていうのを、ちょっとコメントでね、ポチポチ打ってもらえたら嬉しいです。はい。今日の配信ね、ちょっとでもためになったな、面白かったな、おかち頑張れっていう方は、マックくんも応援してるよっていう方は、 ね、あの高評価ボタンを押してくれたらめちゃめちゃ嬉しいです励みになりますまあ今日みたいな感じでねこのチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく生きるためにあなたが最高のあなたになるためのライフスキルそして行動習慣生き方を全力で本気で紹介してます良、えー、ければ最新動画を見逃さないためにチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいですはい ジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください。See you!